正直僕飽きてきてます。タコン TV 今日の企画はオープニングとアイキャッチを作曲しようです。もう1年半以上 YouTube をやらせていただいていて、オープニング動画多分皆さんもね何度もあの曲聴いたと思うんですけど、正直僕飽きてきてます。あの曲はフリー素材で作ったんですけど、もう作っちゃおうっていう、まあ、ちょっと無謀な企画です。ピアノ系 YouTuber ならではの企画かなとは思うんですけど、まあ、ちょっとだけね作曲とかちょっとだけ編曲とかっていうのはまあ勉強してきてますし、少しはできるので、まあ、でもそれだと心もとないので、まあ、編曲で最近すごくご活躍をされているアロー先生と、こんにちは、スペシャルアドバイザーとして来ていただいてアドバイスを受けつつちょっと作っていきたいなという企画でございます。で、まあ、概要を説明させてもらうと、長い戦いになりますね。結構大変かもね。一から作っていく作業になるので、たっぷり時間を使って、うん、先生よろしくお願いいたします。アイディアとかある？タコン TV っていうのに絡めたい、はい、それと Wii に絡めたい、うん、この2点はオープニングとアイキャッチを作っていく上で絶対に絡めたいと思う。なるほどね。例えばだけど、もうワルツとかもそうだし、ウィーンっぽいね。そうそうそうね。いきなり行き詰まったね、うん、まあ多分ね、その、まあ、一から作るときに大変だと思うのは、まあ、和音はね、後からいくらでもつけれるんだけど、やっぱメロディー生み出すのが1割ぐらいかなと思うのね。メロディーをまあちょっと決めちゃおうか。そうだね、まず、うん、そこから後で和声をつけていくから。そうだね。でタコン TV の抑揚をメロディーに。あ、これね、タコン TV。 そうそうそう。てかまたこの笑い声をね言っちゃうとかね、ヒヒ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 。え？タコン違うね。全部怖い。違うね。タコン合ってる。タコン、例えば、まあこれ合ってると思うから、まあ、半音。ああ、怖い。ちょっと和音次第では、どんな感じ？なんか不安。怖い怖い怖い。なんかそうだね。なんかこうきっちりした感じにしたいとか、おしゃれにしたいとか、そういうのがあるとか。一瞬だけしか出ないから、うん、ちょっとなんか洒落てる感じがいいかなと。例えば何なの？まあ、そうすると透明感、その7、普通は5なんだけど、うん、それにまあ7、9、11ってこう重ねていくにつれて、ちょっと透明感が出る感じかな。落ちた。落ちない。次の合わせ何？そうだね。だから例えばだけど、うん、まあ、これだったら、まあね、うん、まあだいぶ近づいてきてる感じは。ちょっと不吉な感じが今、まあね、最後がちょっと違う。俺がね、そうだね。じゃ全部半音で埋めちゃうとか、シラソーみたいな。っていうこと。例えばメロディーだけど。そう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 、こんな感じで。なんか下がるね。ア
アイキャッチをじゃあこの流れでいって、うん、1、2、ね、うん、これに対して和声をつけて2秒でやれると、まあ、5秒で抑えたい。なるほどね、うん、結構これ短い、そうだ、短さってのは結構ネックになってるよね。でもキャッチーじゃないといけない。あ、タクオン TV だって分かんないときタクオン TV と Wii に混ぜたいって言ったじゃん、うん、だからそのワルツか、うん、今さっきのアイキャッチのメロディーね、うん、決まった、はい、これをモチーフにしてやっていけないかね、はい、なるほどね。これをだからメロディーで展開すればいいと思う。そうだね、さっきのだと2小節ぐらいだったからアイキャッチだと、それをまあ4小節ぐらいにしちゃう。大変だったんですけど、なんとかね、でもいいのができた、できてよかった。本当にアロー先生ありがとうございました。いえいえいえ
ということで、次回かな、次かな、まあ、映像をね、他の差し込んで、なんかいい感じを作って出そうと思っているので、それもね、楽しみにしててください。いつもご視聴ありがとうございます。タコ TV。ご視聴ありがとうございました。